皆さんこんにちは、ペソでございます。ケンシンさんがハオドキュネスね、198回目やっていきましょう。まあ3人動けるんで、どうしようかな。7月になって、いや7月やっぱ商業行きましょう。上2人は商業ですね。で次で72かな。で農業ね。ああしまった、指示出す忘れてたな。まあいいか。はい、まあまあ兵を呼んでこにゃいかんのですけど、動けんのがね、彼しかいないんで、おい、これでいいでしょう。島津軍強いね。はい、終わりですね。訓練。それなりに米は入ってるね。なかなか前線に来ない。さあここね、完成しちゃってるので、はい、飛騨ですね。農業がもう上がんないからね、商業オンリーになっちゃうので、まあこんな感じね。ここもだから、まあ100になるまでにゲームが終わっちゃうかもしれないけどね。さあ来たかな。まず合流ですね。もう宗像さんはいいかな。次ね、謙信さんで攻めればここも終わるんでね、相良さんも。あ、もしかしたら降伏しよるかもしれんね。一回ちょっと仕掛けましょうか。とりあえず移動だ。騎馬もいいんで、
島津さん、だんだんあれやね、弱体化していくね。はい、当選。ああ、そうか。赤井さんのとこにいるんやね。で、しかちゃん、乙女さんね。ここは。誰か派遣する人いたかな。ああ、戸川さんかな。ここはまあ前線やからね、これで。2人派遣する人が本音を言えば欲しいね。あー、そっか、一応ここはいけんのか。戸川さん、まず派遣。政治中やからどっちかいうと先生なんですよね。ちょっと金足りんのがね、気に入らんけど。で、あともチアンドなんで、やれば上がるでしょう。さあ、ここはこれで OK ですね。あとはどれぐらい移動させれるか。ああ、しまった。元長さんもこのとこにいるんだ。赤井さんと遠藤さんはまだね、いけるんで、重友さんはもう、59やからね、置きましょうか。遠藤さん先、向かわせましょう。あ、その前、ここなんぼや。123なんで、477。ここ今、536やから、あ、全然いけるね。1100、56の
閉じていって591で、477、はい、国主は、重友さんにしときましょう。で、これで、はい、香付けですね。溜め込んではいない。はい、雑賀寺、あら、誰も動けない。はい、上市場、ここはもうね、あと農業本当に上げていくだけなので、まだ物足りんけどね。あ、兵力は、あ、全然やね。うん。吉田郡山城。今月3回目やね。必死か。はい、美濃。今回はね、農業地の大幅アップが望めますね。800ぐらいで止まるんかな。まあ訓練度はね、相変わらずですけど、ここがね、そうそうそう、すんごい内政がいいのでね、すぐたまりよる。はい、みまさかですね。どっか攻め込んで終わりたいけどな。そうはいかんな、やっぱり内政界で終わっちゃう可能性が。はい、100で、まあ前線もね、全然物資大丈夫そうなんでね。おい、天神山城。
2人、ああそうやな。勝頼さんは商業、そもそも、まあ微妙な、5時あったら商業させたけどね、農業にしとこう。はい、鳥取ですね。合算戸田城、国力がね、ここはかわいそうなぐらい悪いからね。まだ90超えないね。これで90超えるか。91。国力はほんと上がんねえ。あ、宮島が強兵なんてる。ここやったっけ。あー、ここだね。でもそんなお金あるわけじゃないんだけどね。はい、ごめんなさい、鳥取じゃ、鳥取はここやね。上2人ね、ここはもう400超えしてるから商業メインでいきましょう。これで70かな、71。はい、三戸城、500やっと超えたね。ああ、ここすごいわ、お米の量が半端じゃない。こんなんやかえって勝手に部屋取ってるよね。テポン買ってるし勝手に。わあ、4回目や、すごいな。あー、ついに取り寄った。あー、一人切られた。あー、高井沢さんも切られた。おれれれれ、そういうことか。まあそら4回攻めてりゃ落ちるわな。
ちょっとだけ引っ張らせてもらおうか。まあ、ハリウさん、牧野さんでね。あ、じゃあごめんなさい。ちょっとここで終わりたいと思います。すいません。ありがとうございました。それでは、さよなら。